です。おはようございます。日本ショートスリーパー育成協会代表理事堀大輔と私下田さくらでお送りいたします。ネイチャースリープ質疑応答コーナーです。今回もメールマガジン読者様からいただいたご質問に代表理事堀が本音でお答えいたしますので、ぜひ楽しんでご覧ください。堀さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では本日の質問です。はい、はい、27歳男性会社員 K さんからのご質問です。はい、動画を拝見させていただき、運動が民に有利なのは分かったのですが、はい、なぜ運動が民に有利なのでしょうか。はい、私は運動を行った日にいつもより眠気を感じやすいです。はい、はい、もしメカニズムや理由などあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ眠気を感じるっていうのは ATP 酸性っていうのをスポーツの時にまあ行うわけですよ。ATP 酸性、はい、エネルギーを生むわけですよね。はい、まあ ATP 酸性っていうのはアデノシン三リン酸っていうのがアデノシン二リン酸になる、その時にエネルギーが何モルか出るっていうような、まあそんな形のものなんですけども、うん、はい、まあ ATP 酸性の時にエネルギーの供給量っていうのがそれだけだと追いつかない時ってないんですね。ADP が AMP、 リン酸が3つなのか2つなのか1つなのかみたいな形です。はいはい、で3つからどんどん下がっていくわけですね。うん、はたまたですね、そうやってエネルギーを使ってるところは ADP っていうリン酸が2つのものと AMP っていう1つのものが存在してたりするんですよ。うん、じゃあ ADP が AMP に減るよりも、もしくは AMP がアデノシン単体になるよりも ADP と AMP がリン酸で結合して1つアデノシンを生んで、で ATP にしてまた ADP にするっていう方がエネルギーが生まれたりするわけですね。はい、まあ、なので、うん、エネルギーがたくさん必要になるというシチュエーションはアデノシンという物質が発生しやすいわけです。はい、でアデノシンという物質が発生すると基本的には脳のまあ側坐核っていう部位だったり、まあ、もしくは脳脊髄という部位だったり、そういったところにどんどん貯蔵されていくわけですね。うん、でこの貯蔵量というのがまあ一定を超えて、まあ、ドーパミンっていう物質もあるわけなんですけども、ちょっと違う話ですね。例えば側坐核に収納されているドーパミンの量よりも、はい、アデノシンの量っていうのが、まあ、多くなってしまうと、まあ、シーソーゲームのようなものが、睡魔の方にカタンと傾いてしまう、うん、もうこんなイメージですかね。はい、よってアデノシンがたくさん出るような例えば運動、スポーツ、うん、ウェイトトレーニング、はい、こういったものを行うと睡魔が発生しやすいと、うん、そういうことは言えるわけです。はい、じゃあ運動したら短眠に不利なのか、うん、っていうとそんなことはないわけですね。はい、そんなこと言ってると誰もほとんど動物はじゃあ短眠できないのかって話になってくるわけで、運動をしまくってる人は短眠できないのかっていうと、実際のところは、全く運動しない無職の人の方が睡眠時間長くなってるとか、うん、そういう実証があるわけで、はい、言いたいこととしてはこのアデノシンというものは確かに睡魔が発生する一つの要因なんですけども、うん、睡眠時間をクリティカルに決定するものでは全くないですし、うん、はい、まあ、日中にじゃあ例えば、運動したら、もう日中に寝ないといけないのかって、そんなことはないはずなんですよ。例えばなんですけども、お伝えしたいのは睡魔が発生する一つの要因だけであると。おっしゃられる通り、運動したら眠くなるんですけどっていう要因は確かにあり得るっていうことですよね。うん、はい、なんとなく OK ですかね。はい、じゃあそれを防いだりとか、じゃあ眠い状態で頑張ってるのかっていうとそんなことはないわけで、うん、テクニカルにこういうのは、対処ができますね。例えばカフェイン取りゃいいですよっていう話だったりもします。カフェインを取れば、そうですね、カフェインっていうのを取ると、はい、まあ、まず、脳内のアデノシンっていうのの蓄積っていうのを、うん、まあ、制御することができる、はい、防ぐことができる。はい、まあ、よって運動でもって ADP 酸性とか行われてアデノシンが大量に発生したとしても、うん、脳の側坐核だったり脳脊髄液の方に、まあ、貯めることが、まあ、かなり低くできる、うん、はい、っていうようなことがあったりするわけですね。だから運動をする前とか、もしくは糖質を取ったりしても ADP 酸性ってその時点でしたりするので、まあ、よく言うのは食事誘発性熱産生っていうものもあるわけで、まあ、糖質とかを取ると体温を上げるような効果があって、うん、じゃあその体温を上げるっていうのは何かというと ATP 酸性が行われていたりとか、はい、でするわけですよね。はい、ということは、アデノシンが発生するわけで、うん、結果として昼食を食べた後眠たくなりますよとか、ご飯食べた後どうしても眠たいんですみたいな、そういう事象が発生するっていう、うん、なんとなく OK ですかね。はい、メカニズムとしてはそんな感じ。はい、だからこれらが発生する、まあ、できたら45分ぐらい前にカフェインを摂取しましょうねっていうのが、
まあ、言ってしまうと、テクニカルな方法、うん、カフェインっていうのはそんなに弊害が僕はあるとはお伝えしてなくですね、まあ思ってもないですし、うん、カフェインですみたいな、カフェインです、はいはい、そういった形でカフェイン取らない運動っていうのが最近めちゃめちゃ多いみたいなんですけども、うん、まあそういった方がカフェインをいきなり取ると利尿作用っていうのがあるんですよね、はい、この利尿作用が非常に怖くて取らないっていう人もいますし、うん、でカフェインがなんだか分かんないけど体に悪い気がして取んないみたいな人もいます、はい体重かけることの 3mg っていうのが成人が、とっても副作用がほぼほぼないって言われるライン、うん、1回の摂取量になって、はい、まあこれって何かというと、じゃあ例えばレッドブル、1缶、まあ、ちっちゃい缶であれば、うん、カフェインっていうのは1杯で 80mg ぐらいですか。そうですね、コーヒーの濃さとかにもよるんですけども、じゃあ1杯でどれぐらいなのっていうと 100mg とか 120mg とかだったりもしますよね。っていう感じで体重かけることの 3mg って結構僕で言うと 70kg ぐらい今体重があるわけなんですけども、はい、210mg 結構ガブ飲みしないといけない、うん、エスタロンモカっていうのであったりカフェインの錠剤アイハーブとかで買ったとしてもだいたい 200mg なんで、うんうん、でだいたいそういうのはカットできる削れるように作られてるんで加工が、あ、はいはい、まあ、体重に合わせて加工して摂取していただくっていうのもいいんじゃないかなと、うん、まあ、そういった形で体重かける 3mg 以内で1回の摂取量を抑えていただいたら、まあ、カフェインの中毒であったりとか副作用だったりとか、うん、カフェイン耐性ですか、カフェイン耐性、はい、こういったものも、ほとんど起こらずに摂取できるんじゃないかなということで、うん、はい、まあ、なのでスポーツの睡魔っていうのが、気になられている方は一度試してみてはいかがかなという、うん、まあ、それで解決したらラッキーですし、まあ、そうでもなければまた、違うところ別の、メカニズムとかを、まあ、説明させていただくっていう感じですかね、まあ、あんまり何個も何個も言ってっても仕方がないかなと思うので、うん、はい、誰でもできる簡単な方法はカフェインを摂取しましょう。でカフェインの摂取っていうのは別に乳幼児がいたとしても問題ないので、乳幼児に、例えばおっぱいからこう渡るカフェインの量っていうのは血液中のカフェイン量の100分の1以下、うん、じゃあ血液中のカフェイン量ってどんだけあるんだっていう話でもあります。乳幼児ってどれぐらいカフェイン取ったらまずいのかっていうと体重かける 1mg ぐらいですかね、1回の摂取量、うん、なかなかいかないですよ、100分の1しか回らない状態、まあ、お伝えしたいのはあんまりそんなに気に病むことはないんじゃないかという感じですかね、うん、はい、という形で、スポーツに関してのメカニズムと、まあ、対策としてカフェインを取りましょうということをお伝えさせていただきました、うん、では、まあ、また詳しく知りたかったら説明会でも来てくださいという感じで、はい、はい、では堀さんありがとうございました。ありがとうございました。本日の、睡眠に関するご質問は以上となります。また何か聞きたいことなどありましたらお気軽にご質問ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。